アルファこんにちは、 DJ ソワライズメロージャム TV ファイナルファンタジーレコードキーパーやっていきたいと思います。今回はスペシャルイベント属性実験場ですね。チーダメージコンテストをより多くのダメージを与えるチー属性パーティーで挑もうやってみたいと思います。それではやってみましょうか。はい、初見ですね。はい、細胞強度星1いきましょうか。がっつりこれで報酬ゲットしていきたいと思います。はい、行きましょうか。引き続きですね、お願い事をデブチョコボで見てくれたと思うんですけど、これは、はい、Cメンバーで行ってみたいと思います。メンバー紹介一応しておきましょうか。はい、デブチョコボ見てくれた人はありがとうございます。今回もチーパーティー、僕のチーパーティー紹介していきたいと思います。魔石星5はまだ挑んでないのでね、これがいわゆる僕のチー属性パーティーのスタメンです。上からチェックしていきましょうか。チェックワンツー、バッツですね、バッツ隊長。はい。二刀流魔法剣装備してます。アビリティ、あれですね、必殺技こんな感じです。覚醒奥義、超絶、まあ、使うのは覚醒奥義ですね。まあ、戦技、オーバーフロー奥義装備させてます。マテリアはこんな感じ、魔法剣使えるやつ、つけてます。で、ティファちゃんですね。シンクロ奥義、超絶、覚醒奥義。ティファちゃんもいい感じに技揃ってます。はい。でもって、マテリアは、ぶっ文句。もう一度話すですね。これはあれかな、もう一回見て、精進、中学、自分ターン、3ターン、短縮ですね。短縮系。はい。で、マテリアはこれつけてます。2個ゲージ貯めておきます。うららちゃんは超絶。覚醒奥義も持ってます。戦技。まあ、緊急事態用で戦技使おうかなって感じですね。ちょっと星ロギ戦技欲しいんですけど、なんかのタイミングで絶対ゲットしたいなと思ってます。一番欲しい今、戦技ですね。はい。マテリアは中確率。もう一回放つ。ああ、これ別に歌わないから、こっちにしときましょう。はい。アビリティですね。はい、そうだ、アビリティ紹介してなかった。ヘイスガキアルジャ。確かこれ、あれっすよね。多分、船の召喚できないっすよね。ヘイスガにします。はい。ティファちゃんは、合剣士の方。ガイアクラッシュ。はい、僕、右側によく使う方をつけるんですけど、シンクロ奥義の時のために、冒険士の方は左側に寄せてます。はい。でガラフでなんですか、ガイアクラッシュ飛びしてますね。必殺技はチェインで、バーストが地属性弱体化レベル2ダウンついてるんで、それ使ってきます。でオーバーフロー奥義持ちですね。はーい。アビリティはチャンス短縮系と、なんだ、文句アビリティ紹介するので攻撃アップですね、つけてます。はい。マキナちゃんはですね、これ魔法剣低確率もう一回放つ、魔法剣バリアみたいなのつけてますね。あと覚醒奥義持ち、超絶戦技、星6戦技ですね。オーバーフロー持ってます。いつかオーバーフロー奥義ちょっとゲットしたいとは思ってます。はい。マテリアもこんな感じですね。でつけてるアビリティ、処方魔法剣ですね、つけてます。そうですね、ティファちゃんにも今度のドリームでオーバーフロー奥義プレゼントさせてあげたいかな。こんだけ揃ってきたんで、そんな感じで、じゃあ行ってみましょうか。魔石は星5まだゲットしてないんでね、星4魔石装備してます。これで十分でしょう。はい、行きましょう。おー、そうですね。やっぱり、フレンド召喚ができないんで、壁にしていきたいと思います。バーツ隊長で壁かな？バーツ隊長で壁。ガラフさんでチェイン。で、ティファちゃんシンクロ奥義やって、ウララちゃんでヘイスが。行きましょうかね。で、最初に、マキナちゃんで、戦記行きましょうか。はい、行きましょう。こいつ、サンプル H0512 行きましょうか。戦ってみましょう。まずはティファちゃん、スピード速いんで来るでしょう。速攻シンクロ。で、チェイン。行きます。そんで、バッツ最長は壁張り。ヘイスがうららちゃん。そうやって持って、ちょっと時間置いて、はい、チェイン入った途端に、はい、星6戦技、即時発動、重式、行きましょうか、まとい。レッツゴー、マキナちゃん。レッツゴー、甘い、クエイクラッシュ、甘い。甘いか、甘いスモート頑張ります。メローなんでね、メロージャム TV 甘いです。僕の攻略も甘いです。トークも甘いです。さあ行ってみましょう。シンクロ覚醒奥義、ティファちゃんフルボッコ、9000も行ってますね。このターンで終わりか、次のターンで終わりですね。はい、壁ヘイスが入ります。その次バツ隊長で壁張って、ドクターモグカーボンですね。7000、まあ、敵は結構ダメージでかいですね。ワンチャンあれかな、ガラフでヘイスが、まあでもあれかな、いいでしょう、攻撃でしましょう。ワンチャンあれでもいいかなって思ってるんですよね。シェルが使ってもいいかななんて思ってるんですけど、うん、3000ですね。まあまあでしょう。回復は全然追いつくと思うんで、行きましょう。
マキナちゃんいいね、素晴らしい。はい、ヘイスガー、ヘイスガーじゃない、ケアルジャ、いきましょう。ネオファルコンダイブ、スターボーコリン出ます、ダメージ素晴らしいです。 OK、 まずは楽勝ですね、まあ、2ターンで終わりました。報酬を難なくゲット、素晴らしいです。では行ってみましょうか、次の難易度、細胞強度星2ですね、行きましょう。この細胞強度もね、エラーか、エラーが最高ですもんね。星4、星5ぐらいまであってもいいんじゃないかななんて思うんですけど、次星2行ってみましょうか。はい、これ行きましょう、同じメンバー、作戦も同じです。はい、行ってみましょうか。じゃあ行きますよ、細胞強度、強度星2ですね、行きましょう。細胞実験場、実験されてます。作戦はほんと一緒です、まずティファちゃん、シンクロ、シンクロ奥義、行きますよ、行きました。はい、シンクロ奥義行って、チェーン行って、バサ一応壁張り、ヘイスガー、マキナちゃんちょっと待機して、はい、チェーンが入った途端でシンクロ奥義重視器まといかけます。はい、新チェーンのガラフちゃん、行きましょう、素晴らしい。はい、甘い、甘いぞ、甘い。どうなんでしょう、俺と同じ、僕と同じパーティーの人ってもいるんですかね、パーツ隊長でもいますよね、多分ティファちゃん使いがいたら、ティファちゃんさらにガラフ入れてる人多いんじゃないでしょうかね。新チェーンだったらガラフですよね、みんな。はい、行きますよ。はい、2回重式ヘイスガとか出ないかな、めっちゃ速くなっちゃうよみたいな。うん、ティファちゃんが死ぬのはやばいぞ。敵の行動パターンがなんか変わりましたよね、さっき1人しか食らってなかったですよね。はい、ケアルジャ間に合ってくれ、ケアルジャ頼むよ、死ぬんじゃないの、オッケーオッケー、上段と下段が来るのね、オッケーオッケー、バチコーン、カウント余裕ですね。はい、回復はティファちゃんお願いします。もう一回発動するか、しない。ネオファルコンダイブ1回目、もう一度放つは出ない。はい、血の型かけます。おお、そう来るのね、上に2人下2人で真ん中来るのね。はい、2回発動、余裕ですね、バツ隊長。はい、ガイアクラッシュ、まあ、9000いってますね、乾燥もしてますね。ケアルジャー、ガイアクラッシュ、おお、ガルフそこ行く、これ結構危ないですね、まあ、今回ガルフが死亡でよかったんですけど、ティファちゃん死なれると結構やばいかな。まあ、マキナもね覚醒奥義持ちではあるんで問題はないんですが、攻撃パターンが結構あれだな、2人って攻撃してきますね、なんで回復がちょっと追いつかないパターンが来たら怖いかな。はい、アダマンタイト特大ゲット、いいっすね、心のフラグメント4星4、これ星5欲しいですよね。次何もらえるでしたっけ、星5もらえるのかな。さて行ってみましょう、細胞強度星3行きましょうか。フラグメント、あ、いいですね、フラグメント50個ずつ、10個でかいですね。基本報酬、知のオーブ拡大、いいですね、アニマレンズももらえます。さあ行ってみましょうか、パーティーは引き続き同じ、作戦も同じです。どうしようかな、うーん、行きましょう。どうだろう、あのジジイにあいつ雷しか落としてこないから、ジジイにあれ使わせ、ガラフのジジイ2ターン目シェルが行きましょうか、結構変わりますよね。それで、はーい、行きました、では行きましょうか、ピシピシピシ、サンプル HO512 行きましょうか。まずはシンクロ奥義、ティファちゃんでガラフチェーンでもって壁、ヘイスがちょっと待機して、はい、チェーン発動した途端に、はい、行きますよ、星6戦技、マキナちゃん行きましょうか。ガラフチェーンもこれもう見まくってますね、僕も。もうはい、行きます、甘い、もう甘い、ハンバーグ行きましょう。はい、残眼なんとか竜、無限いっちゃいますよ、
バチコンバチコン、でも3000しかいけないですね。3000、4000いきました。はーい、雷どっから落ちるかっていうのは怖いですね。ティファちゃん回復してあげないといけないんで。はい、ヘイスが入ります。壁入ってくれ。ヘイスが2回。あーすごい、ヘイスがヘイスがいっちゃいますよ。ザンダが3人に今度は行くのね。いかつすぎでしょ。ってことは次上3人来るとなると結構危ないんじゃないですか。行きましょう、ガイアクラッシュ。てかアクセサリーが悪いのかな。よく考えたら雷対策ちゃんとしてるかな。そう言われてみるとちょっと怪しいぞ。おーし、下2回行く。そう来た。あれガラフのジジイつけてないのかな、というか他のやつも異常に食らいますもんね。ちょっと見てみましょうか。はーい、ちょっとティファちゃん1人でどれくらい削れるのかな。はい、そんでもってバズ隊長、ちょっと細胞強度これ、あー下の段か上の段かって感じなんですね。 OK、そんな感じでいきましょうか。じゃあ機械化つけてあげてもいいけど、はい来た、いきますよ。ネオファルコンダイブいいねー、乾燥してたよ。もう一回いくか、冒険士の方すごいね、シンクロしてるね。いきましょう、次のターン、あと2ターンかかるかな、これだと。この調子だと OK、 2回来た。バス隊長もうゲージも溜まってるんじゃないですかこれ。おお3回来た、すごいね、やる気満々だね。バス4回来た。おお、どうした、バス隊長本気モード出してるじゃん。 OK、 生き返らしてやろうかな。あいいね、攻撃してこないかな、地の方一回出して曲げてもいいんだけどな、攻撃してこないかな。じゃあ一回出せる。はーい、攻撃してこない、攻撃してたら速攻これ使って、でも生存させておきたいな。したらあのマギアポマギアのあれマギアポイントもったいないんで、もう一回放つなよ。オッケー、マギアポイントちょっと回収したいんでね、おねんねしてるやつらも生き返らしてあげましょう。はーい、生き返らせます。マギアポイント1ポイントでもね、ちりつもなんで。はい、でとどめはティファちゃん、素晴らしい。よっしゃ、ちょっとあれだな、ちゃんと雷対策できてるかちょっともう一回見ましょう。なんかウララちゃん以外異常にかかってたからな。ガラフがすげえ1回で9000とクラス持ちよね。はい、最後エラーですね。細胞実験場、細胞強度エラーいっちゃいますよ。エラーしちゃってる、ゲージ止まってるやつですね。はーい、行ってみましょうか。初回クリア、これ確かギルなんですよね。 OK、 OK です。あれ雷つけてるっけ、ちゃんと最初にチェックしとけよって話ですけどね。あでもついてるな。ガルフはついてません。そりゃ食らうわな、アホみたいに食らってましたもんね。これいいんじゃないですか、中。こっちももしかしてつけてない、つけてないんだ。だからさっき真相に食らってたんだ。最大 HP300 アップ、雷属性いいんじゃないの。どうした、バツくんも、バツくんもじゃん。どうした、もうみんな揃いも揃って。水は使っ、ギガースちゃん使う、ギガース優秀だな。マキナちゃん、まあ、中でしょ。ギガース、まあ、困った時はギガースだよな。オッケー、忘れるとあれだから保存いいか。やっぱ雷対策、ちょっと待ってよ、そもそも魔石も雷対策してんの。雷防御防御しょぼいな。星3魔石つけてますからね僕。地のガーディアン、うん、しょぼいな俺の魔石、魔石しょぼすぎです。魔石やれよということですね。はい、行きますよ。はい、というかこの地のパーティーはね、もうあのなんだろう、お願い事シリーズ見てくれた人なら分かると思うんですよ。これお願い事のから使ってるパーティーなんですよね。まあ、それもそのまずあのティファちゃんの動画
見てくれた人本当ありがとう。お、音が変わった。オッケー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 、いかついぞ。ほら戦うぜ。そう、あ、おお、細胞活性しちゃってる。いくよ。まあ、逆にあのアクセスリーつけてなくてもあれぐらいはいけるって問題ないってこともまあある意味検証できたんじゃないでしょうか。ちょっとこいつはあれにしよう。で、ヘイスが、そうね、まず壁張らないと話にならないんで、壁張ってからの、はい、こいつはこいつ使ってます。はい、いきます。甘い、甘いよ、もう甘かった、すいません。出ましょう。 OK。 おお、あ、全然食らわなくなった。余裕じゃないですか。そうだよね、じゃないか、あんな食らうわけないですよね。ビビったわー。おお、全然食らわないね。9999、すごい、全然食らってない。あらい、よっしゃ、行ってみましょう。待って、ヘイスが、はい、スピードアップ行きましょう。で、ガラフは弱体化使ってきます。ガイアクラッシュはその後。オッケー、壁張ります。これ壁じゃなくても良さそうだな、この調子でいくと。はい、メテオアーツ使った後にこいつも使ってきます。覚醒奥義どうだろう。3ターン短縮、マニカアルブーム使ってみようかな。いや、それよりはやっぱりどうなんだろうな、覚醒奥義の方がいいかな。覚醒奥義使っていく、もう速攻いいね。で、マスター召喚、ちょうどいいタイミングでマリカ使ってきますよ。フェニックスファイヤー、ちょうど食らってからでよかったな、一瞬ちょっと止めたんですよ。まあ偶然ですけど、いきましょう。ファイボー活性してるよ、あと10秒。メテオアーツいきましょう。限界突破をするのか。はい、1900しか食らいません。よっしゃー、いくぜ。2000までいきました、あざーす。それではいきましょうか。あ、しまった、しつこいな。しつこいですよね、本当に。覚醒奥義使ってきますよ。1600、いきましょう。残り10秒、みんなでフルグボッコ走行攻撃で仕掛けたいと思います。魔石にしようか。1200しかいかない。はい、どっちの方が効くのかな。 OK、 うーん、渋いね。次のターンは魔石使ったら、次はうららちゃん、ケアルジャ連発にしましょうか。よっしゃ、いきますよ。はい、魔法剣、あ、しまった。4000しかいかない。全然限界が突破しないじゃん、全然限界突破しない、渋すぎ。はい、でも3回いってるね。キュピーン、いますけ、3000食らってるね。次は回復しないとやばいかも。そうなんですよね、反射ってマキナ1人だけなんですよね。はい、視聴者さんが教えてくれました。僕も全然ちゃんと見てなかったので、すごい嬉しいですね。僕もやっぱ情報がちょっと甘いところあるので、指摘してください。なんか間違ったこと言ってることもいっぱいあるんで、知識が甘いんで、マキナにも言われてます、いつも。甘いって、甘いんでね、いろんな皆さん情報を教えてくれると嬉しいです。あと5秒ですね。はい、やってみましょう。6秒52ですね。キファちゃんが意外と全然ダメージ伸びないな、全然カンストしないな。よっしゃ、バストーン、限界突破しません。もう一回いくよ、ネオファルコンダイブ。もう一回ぐらい行きたい、もう一回やってくれ。素晴らしい、限界突破レベル2いかないもんな、これ。一回もまずあれですもん、カンストしないな、これじゃ。はい、全体回復あります。こっちにしようか。冒険いきましょうか。いいんじゃないの、あ、いいんじゃないの。あと3秒48、いきましょう。全然暴走しちゃってるよ、細胞が。ゲージが溜まってるからな。まあ、覚醒音まだ入ってますからね。いきます、ネオファルコンダイブ。やっとでも9000か。クリティカル入ってくれないな。キュピーン、ネオファルコンダイブもう一回いっちゃう。ガイアクラッシャー、3万、3回いったからね、素晴らしい。そうないと覚醒奥義の恩恵は今受けてますよね。はい、2回目、3回目、
カズはすごいこなしてますよ。乱れ打ちもいっちゃう。素晴らしい、ね、素晴らしいんじゃないの。カズはみんな打ってますね。全体回復マキナ、あと1秒、あと1秒。おお、そういう感じ。2回3回4回5回、踏みとどついてるよ。これ普通のやつ絶対おお、すごいすごい、反射ですげえいってる。終わっちゃった。もう反射えぐくなかったっすか。反射えぐかったっすよね。マキナすげえな、ダメージ全然食らってないじゃないですか。あれこれ結構強くないですか。全然ダメージ削れてなかったな。いつも僕この A とか B なんですよね。 S 行く人すげえな。はい、そんな感じで細胞強度エラーまで無事終わりました。スペシャルイベント属性実験場チーダメージコンテスト、ランクは僕 B でしたね。まだ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 です。僕のレベルは B ぐらいです。はい、そんな感じで今回チーパーティー引き続き楽しんでくれた人ありがとうございます。メロージャム TV ファイナルファンタジーレコードキーパー、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。 DJ ソアレズでした。ありがとうございます。